私の持論としてデビューはもう早ければ早いほどいいと思うんですよ。そのやっぱ仕事、作家の仕事はある程度体力勝負ですし、はい、あとはやっぱセンスとか吸収力って年を取るとどうしても、摩耗していきますんで、もう若いうちにデビューしてでも、たくさん書くっていうのはそれができれば本当にもう最高だと思うんですよね。私はまあ最終的に小説家っていう仕事はすごくその自分に合ってたと思うんですけど、それに気づくのに30何年かかったんですよ。でそれはものすごくもうちょっと時間かかりすぎたなと、もうまあ後悔することしきりなんですけど、ただでもその自分の中にまあ例えば何か才能があるとして、こういう才能があるからこういう仕事に就きなさいっていうのは誰も言ってくれないし、自分でもそれは決められないんですよね。結局才能あったかないか分かるってすごくもう後になって、もうその業界で散々仕事をして、その長い年月生き延びられた時に初めてまあ才能があったと言えるのかなって、おぼろげに分かるようなものかなと思うんですよ。なのでその自分のなが何をしたいのか、何をすればいいのか見極めるっていうことは、もうその正解を見つけるっていうことはちょっとそれは不可能に近いですよね。結局じゃあどうすればいいかっていうと、もうやりたいことをもう見定めて、それをとにかくひたすらやってみるしかないんですよね。なので正解、もしかしたら正解じゃないかもしれない、将来その道は挫折しちゃうかもしれないけれども、私の漫画のようにですね。でもおそらくその経験は全ては無駄にはならないと思うんですよ。そこで得たものが次の道に生かせるということも絶対あると思いますね。私小説書くときは一旦その頭の中で漫画みたいにこう画面を想像してですね、それを文章で書くってプロセスでやってますんで、それは漫画家としての経験がやっぱある程度は生きてるなと思うんですよね。なんでもう若い高校生の力はもうとにかくもう最初は自分の好きなものでいいと思うんですよ。それをもう、とりあえずもうやってみる、何かしらの成果が出るまでやってみるってことですかね。